4月28日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。27日のハイライト、戦況時の説明が終わった後にトピックスをお伝えします。4月27日のハイライト。ハイライトで使用している数値はラグナー・グッドムンドソンさんの数値を使用しています。ラグナー・グッドムンドソンさんは、視覚的な情報、視覚的に確認できない情報は、ウクライナ軍参謀本部の情報を使用しています。510名の兵士が戦死しており、7日間の犠牲になった兵士は、平均643名、年間の犠牲になった兵士の平均は、423名となりますので、年間平均より100名以上多いです。しかし、過去7日の犠牲がかなり多いので、少ないように見えます。地上装備の損失34ミリオンドル、45台、7日平均39ですので、車両や砲など地上装備の損失は、依然大きいです。クピャンスク方面、スバトバ方面。この方面で、ロシア軍の地上部隊による攻撃行動は27日も報告されませんでした。クレミンナ方面、シベリスク・リシチャンスク方面。この方面でもロシア軍の地上部隊による攻撃行動は27日も報告されませんでした。東部バフムト、アルチェモスク方面。それでは、バフムト方面の戦況です。まずは、郊外の北西からです。ロシア軍は27日、数週間ぶりに、オリホボバシュリフカに攻撃を行っています。東側から町に入ろうと進撃したようですが、郊外でウクライナ軍陣地に阻まれて、ウクライナ軍砲兵隊の砲撃も受け、撃退されています。久々の攻撃でしたが、ウクライナ軍は守備を固めており、全く歯が立ちませんでした。ワグナーの部隊が去って、ロシア正規軍単独の初めての攻撃となります。フリホリフカでは27日も、攻撃は行われませんでした。3日連続で攻撃した後、2日連続で攻撃を行っていません。ボダニウカも26日は攻撃を行いましたが、27日は攻撃がありませんでした。クロモベでは激しい戦闘が行われており、ロシア軍は27日も攻撃を行っています。ウクライナ軍はこれを撃退した上で局地的な反撃に出ており、現在も戦闘が続いているようです。冒頭で見ていただいた映像は26日にクロモベで行われていた陣地戦の映像です。今も同じ映像を見ていただいていますが、冒頭の時より長めの映像です。手榴弾がウクライナ兵の前で爆発し、銃弾がウクライナ兵のヘルメットに当たるなど、
激しい戦闘の模様が捉えられていました。両軍は毎日このような戦闘を行っており、これが毎日だと心が蝕まれてくるでしょう。本当に大変だと思います。郊外の南西、イワニフスクに対してロシア軍が攻撃を行っています。イワニフスクの少し東側で T-0504 号線の遮断を目指して北上しましたが、今回もウクライナ軍により撃退されています。このイワニフスク方向でロシア軍の攻撃は撃退され続けています。ワグナーの精鋭が消えてからは正規軍が攻撃を担っていますが、いいところがありません。そして気になる市内の状況です。市内北側の貯水池沿いですが、ロシア軍は遊園地近くまで前進しました。町の区画では3ブロック程度です。この地域のウクライナ軍はかなり粘っていましたが、少し後退しています。また、ロシア側のミルブルガーは小児病院まで占領したと言い張っていますが、視覚的に確認できる資料は全くありません。同じ北側の東寄りの攻撃軸では、27日と同じで、ヘッドマンスーパーマーケットの手前で前進できていません。そのためロシア軍は、砲兵による砲撃を強化している模様です。市内の東側では、食肉加工工場付近でロシア軍は、攻撃を強化しており、激しい戦闘となっていますが、ウクライナ軍も前線しており、ロシア軍は前進できていません。同じく東側では、駅の南側から郵便局付近にも、ロシア軍は攻撃を行っており、こちらは前進することに成功しており、郵便局の手前を走っている T-0504 号線に接することに成功しています。次に市内南側ですが、ここで訂正があります。今まで専門学校としていた戦況図上の施設は、バフムト工業大学が正しいようですので、訂正します。ロシア軍はこの大学についに到達しましたが、到達するや、ウクライナ軍の砲兵隊の砲撃を浴びています。映像がありますので、ご覧ください。この砲撃でもロシア軍は死傷者が出ているようですが、こちらも T-0504 号線にロシア軍が接しています。さらに、ショッピングセンターの北でもロシア軍は T-0504 号線まで前進しており、ウクライナ軍は押されています。バフムトは、ウクライナ軍にとってかなり厳しい状況です。ウクライナ軍は占領される可能性のある T-0504 号線を見下ろす重要な高層住宅を爆破しており、高層住宅街から T-0504 号線の通行を邪魔されないように先手を打っています。東部ドネツク市方面北側、この方面でのロシア軍の攻撃は、やはり下火ですが、
攻撃は3箇所で行われています。27日はアウディーユカ要塞の西側からアウディーユカ要塞に攻撃を仕掛けていますが、すぐに撤退しています。また要塞の西側と南西側でも攻撃を行っており、26日と同様にセベルネとプレボマイスクに向かって進攻しましたが、いつも通りウクライナ軍により撃退されています。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は27日この戦域で一切攻撃行動を取りませんでした。マリンカを攻撃しなかったのは数週間ぶりです。南部ザポリージャ方面、ロシア軍に占領されているトクマクで大きな爆発があり、ロシア兵100名以上が死傷した模様です。ロシア軍の集結地あるいは駐屯地がハイマース攻撃を受けた可能性があります。多くの将兵が運び出されるのは地元の住民が多数目撃しており、攻撃を受けたのは間違いないと思われますが、現時点では詳しい情報は入っていません。南部ヘルソン州方面、第37海兵旅団の海兵隊員がロシア軍陣地に投ジャベリン誘導弾を発射しました。この攻撃で複数のロシア軍監視所が破壊されています。監視所を破壊したということで、いろいろな憶測が流れています。攻撃は対岸から行われたと思われ、監視所までの距離は3000メートル程度と見られています。使用されたと思われる TOW-2 は3750メートルの射程がありますが、ジャベリンは2500メートルとなっていますので、ジャベリンは中州から発射された可能性が高いと思います。次に注目したい事柄です。ワグナー PMC のボスであるプリゴジンはウクライナの攻撃が迫っていることを心配しており、弾薬がほとんど残っていないと語っています。ウクライナ軍は5月2日以降に反撃を開始します。彼らは私たちの側面を切り裂く準備ができています。ロシア国内で反逆行為が行われています。彼らは私たちに弾薬を与えません。まだ2、3週間は十分です、と彼は言います。ロシア軍がワグナーに弾薬を供給しないのは嫌がらせなのか、全体的に弾薬が不足していて回せないのか不明ですが、プリゴジンはロシア軍がわざと渡さないと思っているようです。NATO 諸国はウクライナ兵の訓練を完了し、ウクライナ軍の9つ以上の新しい旅団を武装させた、とイェンス・ストルテンベルグ NATO 事務総長は述べました。彼によると、1550両の装甲車両、230両の戦車、大量の弾薬がすでにウクライナに届けられています。ペニスグシリンはロシア連邦が9月10日に一時的に占領されたウクライナの領土で知事の選挙を行う予定であると述べました。また茶番をやるようなのですが、このニュースで気になったのは、写真の右の人物はアメリカの映画に出ている俳優のスティーブン・セガールではないかと思ってしまいました。有名な映画では沈黙の戦艦などがあり、無表情で合気道を使って敵を倒すおっさんの主人公を務めています。本人の写真を2枚探してきたのですが、いかがでしょう。かぶり物はよく似ていますが、細かいデザインは違っています。ちなみにセガールは2年前に
セルビアとロシアの国籍を取得しています。父親はロシア人です。どうでもいい話だったかもしれません。ウクライナ側の推定によると、現在、ウクライナ領内には37万人のロシア兵が48旅団、122連隊、合計315編隊の形で存在しているようです。開戦時より増えていますが、ウクライナ軍は志願兵や徴兵で増えており、60万以上になっていると思われ、人数的にはウクライナ軍の方が凌駕しています。じわじわとあらゆる面でウクライナ軍がロシア軍を上回り始めています。反撃に期待したくなります。米国は今週、40以上の NATO 及び EU 同盟国と会談し、ウクライナへの武器供給の加速について話し合っています。ペンタゴン、ウクライナへ提供する兵器弾薬を増やそうとしているようです。兵器や武器を送れない日本人が、どうのこうの言うのは心苦しいですが、もっともっと支援してほしいです。特に航空戦力を早く手配していただきたいです。ロシアのノボシビルスクです。ウクライナ戦争に動員され、戦死した兵士の集団墓地の映像です。地元の人の話では、毎日2から3、多い時は4つのお墓が新たに掘られるようです。このお墓は、ノボシブルスクの出身者のみのお墓です。トルコのバイカル社は、スマートミニ巡航ミサイル、バイラクタル・ケマンケスを披露しました。ミサイルの射程は 200km を超え、人工知能に支えられた自動操縦システムにより、高い精度で戦略目標を無力化することができます。バイカル社は、ウクライナ戦争で有名になった UAV、TB2 を開発製造している会社です。ロシアは、損失を補うために、犯罪歴のある人々を引きつけ続けていると、ウクライナ軍参謀本部は報告しています。有罪判決を受けた者には、投獄の代わりに、ウクライナで兵役を6ヶ月間務めれば、投獄しないという条件のようです。ロシアは、ルハンシク地域のスタロビル地区に、すでに500人の犯罪者を送ったことが、確認されています。NATO のストルテンベルグ事務総長は、習近平とのゼレンスキーの会話についてコメントしました。ルクセンブルグでの記者会見で、NATO の事務総長は、北京はロシアの侵略を非難したことは一度もないと強調し、中国はウクライナの見通しをよりよく理解するべきだと述べています。中国のうさんくささ、二枚舌、横柄さの認知度は、欧米で確実に上がっています。アメリカは、ソ連崩壊後初めて、核弾頭の生産を再開しました。国家核安全保障局、NNSA によると、2023年に米国は、数十個の新しい核弾頭を実戦配備する予定です。また、欧州に配備された B61 12核爆弾の耐用年数を延長し、潜水艦に配備されたトライデント2大陸間弾道ミサイルの弾頭を近代化する作業を継続する予定です。中国は近年、毎年500発以上の核弾頭を生産しているという記事がありましたが、アメリカはロシアだけでなく中国に対しても備える必要が出てきており、核戦力の増強を始めています。本日、エルドアン大統領に関する続報ですが、インフルエンザによる
1兆円という発表があったようですが、まだ姿を見せていないので、心配する声も上がっています。もう少し情報を集めてみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。